今回はですね、御徒町が最寄りにあります、羊肉料理店ヤンシャン味坊さんへお伺いしてきました。最初読み方がよく分からなかったんですけども、まあ、そんな風にネットで調べたら出てきました。こちらの孤独のグルメでも紹介された結構人気店なんですけれども、まあ、羊肉を専門とした料理で、まあ、お肉にたっぷりのスパイスをかけて焼く焼き串みたいなものが人気です。ワインもたくさん揃えてあって、まあ、夜羊肉をつまみにお酒を飲むみたいなお店です。今回はですね、お昼に訪問したんですけども、まあ、羊肉の串を何本か、それと炒め物を何品か、チャーハンと小籠包、そして紹興酒もいただきました。最初ですね、なんか料理の雰囲気からモンゴル系の料理なのかな、もしくはモンゴル系の方がやってるのかなと思ったんですけども、どうやら中華料理ですね、これ中国人の方だと思います。でこのスペアリブなんかもすごく美味しかったんですけど、このチャーハン見る限り明らかに中華料理出身の方ですよね。まあ、中国でも山奥と言いますか、モンゴルに近い方になると羊肉たくさん食べますし、こんな風にスパイスをたくさん使う料理があると思います。で紹興酒と羊肉は非常に合いますので美味しかったです。あったかい紹興酒ですね。で小籠包なんですけど、この右側に見える黒いつけだれ、これめちゃくちゃ美味しいんですよ。これ水餃子にもつけたんですが、おそらく羊肉よりこっちの方が美味しかったなというイメージです。ただ残念なのはですね、ちょっとお値段が高くて、なんか羊肉なんだからもうちょっと安くてもいいなと思ったんですけどね。まあ食べた後は梅を見に行ったんですけど、まあ高かったねって話をしてこの日を終えました。まあ、でも人気店なんで、まあ、行列が絶えることはないと思いますけども、美味しい羊肉を食べるんだったら僕はいいんじゃないかなと思います。